姉妹です。皆さんこんにちは。今日の企画はなんとテム爆買いです。めっちゃ買いました。買いましたというので早速買った購入品を紹介していきたいと思います。マジで安かったね。めっちゃ安かったテムマジで安い。全部で16点ぐらい買ったんですけど、うん、まず1つ目、じゃんこれですもう来てます。これねパジャマです。一応ズボンもセットなんですけど、こんな感じで、はい、可愛くない、うん、なんかね生地がなんていう生地なんだろう、なんか赤ちゃんのやつみたい。肌触りもなんか良くて、うん、ちょっと伸びるし、中の方が気持ちいいね。これ外より中と外でちょっと違うの、生地が、なんか夏にめっちゃいい涼しい感じで、パジャマ全然持ってなかったから、ちょうど買おうと思ってたからさ、いいね、そう可愛いと思って買いました。じゃん、なんでしょうこれは、なんでしょう、なんか最近やっぱちょっと年を取ってきたので、あのいろいろそういうのに気をつけようと思って、これはですねこうやってはめてブッとこうやって締めて姿勢をね良くしようと思って買いました。これも多分ねめっちゃ安かったよ。どう、あいいね、いいじゃん。そうそうそう、もうこうなってしまうから、それを防ぐためにこれをはめようと思って買いました。でこれに加えてもう一つ買ったのが、じゃじゃーん、これです。これはね最近なんかウエスト、そうウエストとか細くしようと思って、もう最近なんか健康的なやつばっかり買いがち。あのね産後とかでも使えるって書いてあったよ。んー結構ね、しかも強度半端ない。でこれめっちゃ強力なの。えこれはマジでびっくりした。こうもうこれで、もうこれでウエストもガリガリよ。じゃあ配信中これでお届けするが、なんでせっかくお母さんだから、やだこれでもうやばい。こうしたらもう、まあ、こんな感じでちょっとあの美意識を高めていきたいと思いますじゃーん、じゃあこれ美容カッサです。私はカッサを買いました。カッサはなんかずっと欲しかったんだけど、これはなんか電動でなんかこうつくの、ウィーンって、でこういう感じで主に首をやろうかなと思って、主に肩とかねでこれさ変えれるの。何を、今クリーンって書いてて、でホットとか出てくる、こういう光が出るの。ちょっとあのむくみとか、むくんだ時とかさ、そここうやって、で結構肩こるから肩もこうやってやっていこうかなって思って購入しました。それいくら、これ多分2000円しなかったかな、分かんないけど2000円ぐらいかな、しないぐらい確か。じゃあ私がこれ買ったので1枚あげましょうか。これをパックしながらこうやったら最高じゃない。確かに、これねパックも買ったのよ。えカタツムリマジでいいよなんかねやっぱカタツムリのやつってね結構ね朝起きた時が違います。これ6枚です。1枚あげる。ありがとうございます。いただきました。まあ夏なんでプールに行くじゃないですか。これ買いました。誰と行くの？一人で？一人ではやばいな。いや誰と行くとかどこに行くとか何も決まってないんですけど、とりあえず1回は行きたいなと思って一応準備だけしました。誰か一緒に行きますか？じゃあ私ですね。次こちらです。ブラシ。これやばいのがこんだけ入って、なんとお値段300円ぐらい。安いね。めっちゃ安い。あた確かそんぐらいだった気がする。えちょっと毛触らせて。この毛のさ、うわ柔らかさが大事だよね。おお、めっちゃふわふわ。えそれ300円でこれはマジでいいわ。めっちゃよくない？しかもこのなんか色もかわいい。なんか結構さ安いのってさ硬いじゃん、ブラシが。へえ、めっちゃ柔らかいわね。柔らかくない？私前このセット買ったけど他のサイトで多分、うん、結構高かったもんね。そう13本ってやばくない？1本ちょうだい。え無理ちょうど
そうね、新しいの欲しかったんで。で、ここでそのまま紹介していいですか、はい、私が。どうぞどうぞ。これを使うものがあるんです。これを、これがちょっと汚れて汚くなってきたなーってとこで、こちらです。なんだろうと思ったんだよ。こちらブラシ洗浄するやつ。ここのスイッチをピッと押したら、ここが、ここに水をマックス入れて、うん、ウィン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 つって洗ってくれる。よくない？はい、では続いて私ですね。一気にいきます。コップ、はい。なんでこのコップを買ったかというと、いっぱいあるんだよ、コップは。私めっちゃカフェラテを飲むのね。で、おしゃれに飲みたいなと思ってこれを買いました。多分ここで牛乳入ってコーヒー入ってたらめっちゃ映えると思うんだよ、うん、でもこれだけだと寂しいから、これにケーキなんか置いちゃったりしてお家でカフェしようかなと思って、あのお皿もうこれあったらカフェやん。インスタに載ってるかもね、何日か後にありだね、そんないとカフェ来ました、カフェインスタにおうちカフェってっていうように買いました。続きまして私はポン、パジャマです。寝巻きを買いました。寝巻きって言うのかな。寝巻き言うんじゃない。ちょっとお姉ちゃんとは非対称にちょっと大人な感じのエッチな寝巻きにしてみました。はい、かわいいね。テロンテロン、こういうテロンテロンの生地が、いや、わかるわ、結構好きだから。かわいい、かわいい。そうだからこれを買ってみました。で、私が身長146センチなんですけど、これ S、 一番ちっちゃいやつで、ズボン下もぴったりだし、上もこのぐらい、ちょっと大きいかな、上はちょっと大きいぐらいだけど、まあ全然ね、いい感じ、いいんじゃない、かわいい。だから結構大きい人は S だとちっちゃいかもしれないです。続いてはじゃん、バスタオルでーすバスタオル、なんとこれ4枚セットです。なんかさ、めっちゃふわふわやん。そう、めっちゃふわふわしてる。いいね、マイクロファイバーみたいな感じの、うん、ふわふわ。これバスタオルじゃなくてもさ、なんかちょっと寒いなとかさ、足掛けとかにもいいかもね。確かにね、すごいなんか柔らかくて、バスタオル以外にも確かに使えそう、うん、あともうそのまま私がいきますね。はい、カメラケース、カメラケース、このね、撮影で使うね、カメラがね、ちゃんとケース入ってなくて、こんな感じ、もうサイズ感もぴったりです。で、2台持ってるから、一応2台ね、充電器とかそういうあのメモリーカードとかも入れれるように、ここに、うん、そう、これはめっちゃいい、本当に、うん、マジ白と黒でカメラをね、今までほんとちゃんとしたこういうしっかりしてなかったじゃん、うん、ただの布に入れてたから、レンズとかが怖かったのよ。で、感じで私は多分10点ぐらい買ったのかな、うん、っていう感じです。では続きまして大目玉でございますあのサイズだけサイズだけ、じゃーん、スーツケースでーす。めっちゃでかいじゃん、ね、でもこれ6000円ぐらいだったっけ。このでかさで6000円だよ、安くない？しかも見て、ここ、ここにドリンクホルダーついてんの。じゃん、もうめっちゃいいね、めっちゃいいよね、ここにピッて置ける。鍵じゃなくて、見て、暗証番号みたいな。鍵なくす人にはめっちゃいいね。そうあとなんかさ、ここは何、ここなんか荷物かけれるんだ、ね、多分かけれるんですよ、荷物を。いいね。で、中もちょっとチラ見せしたいと思います。がっつり見せるチラ見せでこんな感じ。まあ中は、うん、あの、そんな他のスーツケースと変わんない感じかな、うん、外がね、機能的です ね、 いいね、ちゃんと伸びるし、これで6000円は安いよね。貸して、たまに。え？散々借りてたくせにさ、私のスーツケース。そして最後の商品になります。お互いね、お互い最後はね、まさかのね、かぶったんですよ。せーの、じゃん。これかぶったの。なんかというと、かぶったけど若干違うんだよね。うん、若干違う。若干違うけど、ホームシアターで、あの壁に
映ってます。さっきもちょっとやってみたんだけどいい感じだったよね、うん、しかもこれなんとお値段1万円切ります。いや本当にめっちゃ安くない？安い、マジで安い。だってさ、ホームシアターって言ったらさ6万はするイメージなんだけど、5、6万、まあまあまあ、え、高いやつとかはさ10万円とかすんじゃん、あの電気についてるやつとかで、で1万しないんだよ。めっちゃしかもちゃんと映ったから ね、これで夜な夜なネットフリックスをいっぱい見たいと思います。テレビ返してじゃん、うちに。え、なんで？え、それで見れるじゃん、ネットフリックス。いや、見れる見れるけど、あんたにテレビは返せない。私んちテレビ全然ちゃんとしたやつじゃないので、まあこれでもうね、あのネットフリとか見ようかなと思って。めちゃめちゃこことかめっちゃいいね。いや、そこ映画館にすればいいじゃん。そう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 、そうなのよ。ここ壁が真っ白なの、うちんち。ここにソファー置いて、これをサイドテーブルに置いて、いい、最高すぎるでしょ。サイドテーブルどこにあったっけ？ない。ないでしょ。サイドテーブルも買えばよかったね。あ、そのスーツケースでもやめろ。横に置かしてもらって。って感じで、私が6点。私が多分10点買いました。で、値段は2人で4万切るぐらい。うん、4万しないぐらいです。めっちゃ安かった。もうなんか安すぎ、見てて本当にこんな安いのっていうぐらい安くて、あとなんか口コミとかもあるから、うん、なんか結構口コミがいいのとかさ、うん、見たりしてさ、うん、あの他の人が買った意見とかも見れたから、うん、そうそうそう、そういうのでもね、なんか安心したよね。口コミいいやつばっか買っちゃった私、うん、だから全然外れなくない？ない確かに、めっちゃ口コミ言ってたもんね。そうそう、口コミ見ろよって言ってね確かに口コミ大事だよね。今回私たちさ、うん、買ったけどさ、なんか別にさ、そんななんか失敗みたいなものなかったじゃん、うんうんうん、でもなんか品質とかがさ、大丈夫なのみたいな、うんうん、思ったりとかしても大丈夫です、はい、90日間無料で返品。90日はい、そんなん、やばいね。90日間無料で返品が1ヶ月半やんできます。結構届くのも早かった。なんか届くのやっぱさ、ちょっとさ、確かにあの時間かかるかなと思ったんだけど、あと1週間しないぐらいで届きました。うんうんうん、で、概要欄のリンクをクリックするか、うん、そのアプリの検索欄でコードを入力すれば 30% オフのクーポンがあるので、それが24時間以内なんだよね、うんうん、なので皆さんぜひ24時間以内にテムでポチってしてみてください。 30% って結構でかくない？でも 30% でかいね。なので皆さんぜひチェックしてみてください。してみてください。本当に安いから、うん、マジでとりあえず覗くだけでも、うん、5000円あればさ、マジ、いや、めっちゃ買える、買えるよねっていう感じで、私たちの購入品紹介でした。イエーイ、バイバーイ。バイバーイ。